配信を切り忘れた大人気配信者の末路。俺はザキオジ、大人気配信者で最近は役者もしている。もちろんタワマン済みだ。あー疲れた。ファンも変なやつばっかだからさ、俺が配信者だからって猫かぶるのも大変だよ。ザキオジさん、お疲れ様です。今日はイベントのコメント撮りの後に雑誌の取材、その後 TikTok ライブ1時間しといてくださいね。分かってるって。だけどさ、休みの方はどうなってんのよ。俺ゴルフ行きたんだけど。今は仕事仕事、忙しいのはありがたいことなんですから。今日もだるいけど猫かぶりライブするか。ポチッとな。俺は約1時間ほどチックタック配信を行った。はい、今日もありがとね。みんなの応援のおかげで今回のイベントも頑張れたよ。本当は付き合ってるレイナちゃんのおかげで頑張ってるんだけどな。まあこういうこと言っとけばこいつらも喜ぶからな。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにします。またよろしくお願いします。じゃあね。ああ疲れた疲れた。お得意様にこびるのも疲れた。さあ彼女にでも電話するか。レイナちゃん。おう、ボクボク。ごめんね、急に電話しちゃって申し訳ないね。うん。そうなんだよ、マジで痛いファン多くてさ。うん。マネージャーからキャッチ。まあ、いっか。うん、今は電話中だしさ。無視しときますよ。いや、お互い大変だね。うん、レイヤちゃんもさ、ストーカーとかには本当に気をつけてね。うるせえな、またキャッツだ。何回かけてくんだマネージャー。はい、何ですか。今大切な話してるんだけど。何言ってるんだ佐教授、ライブ配信切れてねえぞ。悪口も電話の内容も全部全世界に発信されてるぞ。今すぐ切れ。え、嘘だろ。気づいた時には時すでに遅しで、 SNS ではバッシングの嵐。画面録画されており、事務所が削除申請しても次から次と投稿されキリがない状態になってしまった。俺はなんてことをしてしまったんだ。一連の騒ぎで決まりかけていたイベントが流れるのはもちろんのこと、当然事務所はクビになり、さらに損害賠償を請求される始末。レイヤも当然離れていき、 SNS は誹謗中傷で溢れ返り、大きな損害をもたらした俺は金持ちも女も名誉も仕事も全て失った。すいません、213番一つお願いします。おい、あれザキオジってやつじゃねえか。ニュースに出てたあの。変装してるけどバレバレだな。ちょっと落ち着いてくるわ。すいません、ザキオジさんですよね。さすがに声でわかりますよ。配信切り忘れた時の電話の内容めちゃくちゃ面白くてファンになっちゃいました。あ、なんだ、やんのか。いやいや、そんなつもりはないですよ。本気のファンなんですよ。あ、ここにサインしてください。名前は配信切り忘れニキでお願いします。配信切り忘れニキ。ざけんじゃねえぞ。俺は暴行の容疑で逮捕され、もう二度と配信者として生きていけなくなった。